さん先輩なんですけど、本当に可愛いと思って、なんかもう浜さんのこと一生もう本当にもうなんかもうずっと一緒にいられると思う。浜さんとは同い年なんですけど、そう浜さんとは同い年なんですけど、本当にそう本当にすごいよ。本当にそう浜さんにね、浜さん小さく縮めましたって言ったのそう、そしたらね浜さんがねすっごいニコニコした顔でね殴るよって可愛すぎると思って浜さんって、でもそれすらも可愛いしすぎて、でも浜さんになら殴られてもいいと思った。ゆ浜さんになら何でもいい、もう浜さんだったら何でも許しちゃう。そう本当に小さく感じたの浜さん、あんなこんな小さかったっけと思って。浜さんなんかそんなに変わんなかったイメージがあったのに、最後会った時に、だからあれと思って浜さんと思って、本当になんかあゆがこうちょっとなんて言うんですかね、下にこう見れる、なんて言うんだろうな、どのくらいの身長って、あこのぐらい、ほんとこんな感じ、あのこんな、なんかだからこのぐらい、このぐらい違くて、このぐらい、そうちょっとこうなる感じちょっとこうなる感じで、本当に可愛いと思って。そうどこどこって言いながら探して、探してないけど探してないけど、本当に可愛い。浜さん先輩なんだけど本当に話しやすいし、今日もね結構なんか見つめ合う場所があったの。そうもう見つめ合った時にニコ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 してくださって、もう本当に可愛いと思ってもう浜さんってなったり。そうでもお顔が可愛いのはもうもちろんなんですけど、浜さんなんかもう全てが愛おしすぎて本当に可愛い。そうもう一生、もう本当に一生一緒にいたい、歌みたい歌みたいだった。確かにあの身長が伸びたのかな、どうなんだろうね。でもあれ多分伸びてる、まだ。そうなんかね伸びてる気がする。そうなんかあれ前まであれあゆより、あれあゆよりちょっと大きかった気がするって方が同じぐらいになってたりとかあるから、愛が伸びたか相手が縮んでるかって感じですね。そうどっちか、そう絶対どっちかでしかないどっちかでしかないんだよ、どっちかでしかない。それにしてもそう本当に嬉しかった、浜さんと会えて。あとはでもなさんとも本当に距離が縮まってる。そうあの B が終わった以降も結構ちょこちょこゆうなさんとはお会い、ちょこちょこでもないか、でもお会いするんですけど、そう B が終わった後も、そうさヤッホーサッホーチーム B が終わってからもお会いするんですけど、そう仲良くて、仲良くて安定に仲良くて、昨日もあゆの一個目っていうのは分かってたんですよ。そうあゆの一個目っていうのは分かってて、あゆの一個目だからじゃあ22かなと思って、22歳の1年どうですかって言うか、そう22年の1年どうですかってそう聞間違えて聞いちゃって、そう
21だよってなった。そうそう今度ちゃんとお詫びとしてなんかもう何でも買います。一切ちょっと多く、ね、多く見ちゃったやっちまったなってやってしまったさえ多く見ちゃった。いいノリツッコミ本当に面白い。今日もあったんだけど、今日もそう一緒にいたりした。本当にエイトさんの皆さんが優しすぎて、そう浜さんもだし、ゆうなさんも優しすぎて、なんかずっと一緒にいられる、一生一緒にいる一生一緒にいられる本当に。でも本当にでもゆうなさんとはそうご飯行こうってずっと約束してて、いまだになっちゃって行けなくなっちゃったから、そうそれまではそう、あでも一回場所を立てたの。そうでもコロナになったから、そうコロナがこうね大きくなったから、そうなって、あ行けないねってなって、そう行けなくなっちゃって、そうそれから行ってな、それからっていうかそう行ってなくて、それからも何も一回も行ったことないんだけどでも本当にでも今年こそは行ければいいなって思ってるね。そうだよね、もうちょい落ち着いたりとかしたら行きたいなって。でもゆうなさんと行きたいところあるの。そう行きたいカフェっていうのかな、ご飯屋でもご飯屋さんもあるしカフェもある、どっちもある、スイーツもご飯もあるから、そう提案しようと思ってる。そうまあいつ行くかは別として行きませんってそう一回です、日にちはちょっと関係なくここ行きませんってちょっと今度聞いてみようと思った。そうちゃんと一つは今のゆうなさんにふさわしい場所、そうそうケーキ屋さんに行きたい。そうずっと気になんかああいう本当に1年半ぐらい前からずっと気になって、でもここゆうなさんと行きたいなってずっと思ってたの。そうだからそう行きたいなって思ってたから、まあ誰にも口にも声にも何も出してないんだけど、そう絶対行きたいと思ってる。そうここは絶対ゆうなさんと最初に行きたいと思った場所。そうでもずっと言ってくれてるのゆうなさん、あのね本当に「愛ちゃん行こうよご飯ってなんかそういう何かがある時お互いのお誕生日とかそういうなんて言うんですかね、何かがある時何かがある時、あゆも前でも言ってるけど、そうでもそんなねずっと言ってくれるね言ってくれる人ってあんまいないから、そうなんかなんて言うんだろうね、その場のノリではとかあるけどさ、ずっと言ってくれる方ってなかなかいないじゃないですかやっぱり。だからちゃんと行きたいって行きたいってで前本当に行きますよ、なんかお誕生日のメールとかだしでも言ってくれるし、そう行きたい。そうだからでもあゆもそこの場所行きたいから早く行きたいなって思ってるので、はい、誘おう今度今度って言うたい今度になっちゃう、本当に今度になっちゃうから、なるべくなる早で誘います。そうそんな感じで、そうゆうなさんも浜さんも大好きな先輩ですけど、そう
優しい、本当に面白くて優しい、そうなの。ゆなちゃんの笑いってもらい笑いしちゃう笑い方だよね。そうなの、本当にそれ、まさにそれ。なんかあれみたいじゃない、あのなんだっけ、あれなんかよくあるじゃん、あのなんか笑うぬいぐるみ、笑うぬいぐるみっていうのかな、なんか電源入れるとさ、なんか笑うぬいぐるみあるじゃないですか、あれみたいな、なんかみんなを元気に、そしてみんなを、みんなも笑わせる明るい笑い方っていうのかな、そうだから一緒にいて楽しい、そう楽しいです、一緒にいると、だから元気になる、あゆも。もう一生一緒にいられる一生一緒、本当に。本当ゆうなさんの笑い方大好き、ああいうなんか大きく笑う子かわいいよね。ね、なんかえ、もちろんなんか抑えめの笑い方も可愛いんだけど、大きく笑う子も大好き。AKB だったら明日予定が空いてるから明日行こうみたいな感じで、確かにそれが多いかな。なんか何月何日って言ってても入っちゃう可能性あるから、そうなんですよね。結構前日なんか予定は立ててても、ちゃんと決めるのは前日っていうのが多い。だから予約とかはそんなしないかな、みんな多分。してもなんか前日前日とか、うん、前日が多いかな。あともう絶対なんかないっていうのが分かってたら予約するけど、なんかうーんどうなんだろうねみたいな時は多分みんな前日が多いのかな、多分。そうそうそう、多分だけどね、分かんないけど。なんなら当日の時もあるよね、そうなんなら当日もある。前ね、あうん、あうん、前あれ前日だったか、前日かな当日かな、どっちだったんだろう、ありましたね。あそう、前にまあ行かなかったんだけど、結果行けなかったんだけど、舞ちゃんから当日の朝に「愛さん今日何してますか?」って来たの。そう朝に、結構本当に朝早い、6時か7時ぐらいぐらいに、愛さん何してますかって来たの。今日何かありますかみたいな来て、え何だろうと思って、なんかあゆなんか舞ちゃんどうしたんだろうと思って、え舞ちゃんと思って、そうえ今日はお休みだけどどうしたのって送ったら、そう一緒に夢の国行きませんかって来て、あお当日の朝かと思って、でもそうでもあゆお仕事自体はお休みだったんだけど、そう予定があって、お家予定があったからごめんねって、そうそうなんですよ、そう当日の朝に来た。外とかも一回あったかも、ああいう外からもその時は行けたね、そうその時は行けたけど、当日も全然ある、なんならば。そうまいちゃんらしいでしょ、かわいいの可愛い本当に。はい、そんな感じでちょっとはい今日は味わい自在していただきたいと思いますまいちゃんが人誘うなんて珍しいの、え嬉しい、うわ嬉しい、まいちゃんまたね。でもまいちゃん結構時々メールくれる、嬉しい。はい、そんな感じです。ランキング読みます。
13位ゆきみつさんありがとうございます。12位コラコラさんありがとうございます。11位プラハタハさんありがとうございます。10位シロウサギさんありがとうございます。9位ヘタレさんありがとうございます。8位ひびきちゃんありがとうございます。7位ひでさんありがとうございます。6位翼ほしいさんありがとうございます。5位しらさきさんありがとうございます。4位カモンさんありがとうございます。3位ナミーさんありがとうございます。2位あやのさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。